どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということで、今日はね、富山県の、ね、野球についてね、いろいろ語っていこうかなということで、もうね、高岡ね、商業がね、ね、こんなね、早くね、負けるとはね、初戦でね、負けたということで、で、相手はどこかっていうと、石に動くでね、石堂ってね、僕は読むんですけど、まあ、読み方間違ってたらね、ごめんなさいね。っていうね、もうほんまにね、無名校です。はい。もう全然ね、強くない高校に、夏ね、負けてしまうっていうね。ほんでね、またしてもね、ロースコアで、最後、タイブレイクになって、最後ね、点数がね、ポンって入って、それでね、春ね、春準優勝、秋ね、優勝のね、富山、高岡商業が負けてしまうっていうね、ほんまにこう、なんて言えばいいんですかね、これこそやっぱり、私立にね、勝つ方法かなってね、僕はね、もう間違いなく確信しましたよね、こういうね、石堂って、これ去年もね、高岡商業に勝ってるんです。ほんで去年の、高岡もね、なかなかね、強かったんですよ。ほんまに戦力があって、結構ね、優勝候補って言われとったのに、そこにね、対してやっぱね、初戦でね、倒してるんですよ、去年もね。で、今年もね、そこに勝つっていうね。だからほんまに富山県ってね、まあ全体で見たら、そんなにね、レベルね、ほんまに各都道府県で見たら、レベルはね、低いんですけど、やっぱりその、なんて言えばいいんですかね、格上をね、倒すチームっていうのは、ほんまに、どこの県もね、やり方がね、ほんまにどこも一緒やなっていうのがね、今日ちょっとね、僕の中ではすごいね、勉強になりました。やっぱりね、2年連続でね、その、強豪校を倒してるっていうのは、やっぱりこう、簡単にはね、できないですし、やっぱりの、なんて言えばいいんですかね、かなりね、神経も使いますから、でもやっぱり、その、守備とかを見とっても、やっぱりこう、ね、しっかり基本にね、忠実に、取って、ほんでやっぱりこの、タイブレイクとかのね、チャンスをかなりね、活かしてるんで、だからそういうね、公立高校とか、あんまりね、強くない高校がね、私立と当たるときは、タイブレイクにね、持っていくのがね、一番いいっていうね、話をね、僕はね、よくね、してるんですけど、もうまさにね、それをこう、実現、もうほんまにそのままね、したチームかなってね、僕は思うんで、だからね、まあ多分2回戦以降はね、勝てないんですけど、ほんまに、なんて言えばいいんですかね、全国のね、あんまりね、強豪校じゃないね、皆さんね、まだね、負けてないチームはね、特にね、それこそキャプテンとかは、やっぱりその、強豪校を倒した他県のね、チームとかを、やっぱりもっとね、勉強した方がいいと思います。ほんまに、そういう野球がね、やっぱり、なんて言えばいいんですかね、その弱いチームの知恵とね、なるんで、だから弱いチームは弱いチームなりのね、戦い方をすると、やっぱり勝てるんで、ほんまにね、なんでしょう。この地方チームで、やっぱりそれこそ、福島聖光とかね、福島県とかって、やっぱりそのポテンシャルね、福島聖光ありますよ。でもそのね、ポテンシャルのあるチームが絶対勝つかって言われたらそうじゃないんですよ。で、勝てる可能性があるのに、やっぱりそういうね、弱いチームは弱いチームなりの戦い方をしたら勝てるのに、まあその 100% は勝てませんけど、30% は勝てるんですよ。でもそういうね、野球のね、やり方をね、弱いチームほどね、しないんで、弱いチームはね、横綱野球するとね、絶対に負けるんで、だからその弱いチームは弱いチームなりのね、だから今日のこの石どうやった、っていうね、チームの戦い方っていうのは、ほんまにね、参考になると思いますし、ね、これでだから、自分がね、相手チームよりから劣ってるっていうね、まあ、この動画とか見て、自分がね、次じゃあ例えば、大阪桐蔭と試合や、履正社と試合や、それこそ、兵庫やった報徳と試合や、東大姫路と試合やとかね、こういろいろあるじゃないですか。で、そういうチームと当たるときに、今までの野球スタイルでやると絶対勝てないんで、それやったらこうね、監督さんとかと話し合って、ね、だから例えばですけど、エースの、132のね、右の本格派ってね、言われてるね、エースを掘らすのか、それともね、左のね、南東のね、もう3番手のコントロールはいいけど投げ方おかしい。ね、もう抜擢とかで、ちょっとお前掘ってくれやって言って、バッティングピッチャーでね、バッティング練習で入っても投げ方おかしすぎて、お前ちょっとええわ、みたいなね、その変なね、ピッチャーとかを、ね、どっちね、先発ね、させるかって言われると、やっぱりそのね、公立高校が、ね、強いチームとね、戦うときって、
みんな勘違いしてるのは、そこでね、右のね、まあ、130ちょいの、その効率レベルやったら、めちゃくちゃね、いい本格派をね、競合相手にね、掘らしたりするじゃないですか。で、そういうピッチャーが掘ったところで、結局ね、もう強いチームからしてね、バッティングピッチャーなんですよ。だからそれやったら、変な投げ方のね、南東派をね、爆地でね、掘らす方がね、なんぼかね、可能性あるんですよ。だからやっぱね、その、勝っていったチーム、強豪校相手に、無名校、選手層がね、そんなにね、強くないね、チームがね、勝ったっていうね、情報っていうのは、弱いチーム同士、自分がね、格上とね、当たるときにね、やっぱりその戦い方っていうのをね、絶対ね、真似らなダメなんで、だからそういう野球をやっていかないと、ほんまにね、勝てないのかなと思いました。だからなんやろ、僕とかは結構、そういう弱いチームが、強いチームに勝つ試合っていうのをめちゃくちゃ好きで、だから何て言うんですかね、弱いチームが強いチームに勝った時のやっぱり試合の仕方って、僕はね、いつも共通点があると思ってて、ほんでそれは何やねんっていうと、ね、緩いピッチャーで掘るか、相手をね、はめに行く。だからこう9回まで、相手打線をやっぱ打たせすぎない、やっぱこうはめていく緩いピッチャーで掘る。ほんで逆もしっかりで、終盤までね、打てなくても、なんかピッチャーを疲れさすように、ちょっと食らいつくとか、バットにはボール当てるとかね、そういうね、序盤勝負じゃなくてね、終盤勝負にね、大雑把に言うと勝てるチームって、弱くてもね、強いチームに勝てるんで、だから、ね、和歌山東が智弁和歌山に勝ちました、英明が智弁和歌山に勝ちました、丸亀が人生に勝ちました、今日競泳がね、負けました、競泳の倒したね、やり方とか、他にもね、いっぱいあると思うんですよ、小学が負けたとかね、いろんなね、試合あるんですけど、結局はね、ほんまに弱い、格下とね、思われるチームが、強いチームに、広陵がね、負けたじゃないですか、効率に。それも全部ね、見るとね、緩いピッチャーが掘って、こうね、終盤に畳みかける、終盤に1点1、2点ポンって入る、もう相手が焦る、打てない、これがね、ほんまにね、弱者がね、強者に勝てる、ね、戦い方やと思うんで、だからそういう野球を前まではその関西とかしか、関西とかでしかやっぱそういうね、波乱を自らに起こせるチームっていなかったのに、これがね、富山とかで2年連続起きてるってことに、僕はものすごいね、興奮とね、まあ、興奮は言い過ぎですけど、喜びを感じますし、もっとこうね、弱いチームがもっと戦略的なのを覚えてね、強いチームをね、いっぱい食っていってほしいなと思いました。はい、ということでね、皆さんが思う意見はね、ぜひ、コメント欄よろしくお願いします。ということで、富山県もね、激アツでした。それでは次の動画で会いましょう。お疲れ。